はい、お世話になります。ナイトスターの、ジキル&ハイドマフラー、E マーク、JMCA 両方ともね、試験が合格になったので、販売はでも来年の多分3月以降になると思うんですけども、まだ予約が出てないのでまだなんですが、一応もう試験が合格したのでいつでも販売できる状態です。一応音をね聞いていただきます。で、その前にここね見といてね、この車両は、近接騒音が90デシベル、2565回転の時に、で加速騒音がギアが3速の時に、33.8 キロの時に79デシベルですよ、3メートル離れてっていう、まあ、書いてあるんですけども、でこれが E マークで、日本の JMCA の試験の仕方はまた違います。で、一旦音を聞いてもらいます。これ純正より静かやと思います。ここで音をね変えますね。さっきの先に近接騒音機がこの子の場合ですから、ここね、ここにフレームのところに書いてある2555の時になってますが、これ回転数見といてね、今のこれね、今のナイトスターとかは、ナイトスターとかパンアメリカとか、スポーツカー S は、まあ、新しい、OBD2 になってるので、ハーレーの方からもうニュートラルの時はこれアクセルがこれで上がらないはずです。見といてくださいね。ほら2500回転のその2550か、その段階のところアクセルが上がらない、浮かないようにもう設計されてます。コンピューター制御されてます。ですから分かりますか、今これ音が小さいでしょ。これを開けたとして音ね、だけどこの回転数になると音がほら、音が静かになってると戻しますね。わかります、僕スイッチ押してないけど、音もう一回上げますね。でもその近接音の測定器になるとこの、 近接音っていうのはニュートラルの段階で回転数を上げていった状態で、何回転の時に何デシベルっていうのが近接音なんですけど、それにちゃんと合致して計算されています。